ちなみに Ado さんはレコーディングのルーティンとかかはありますルーティンですかルーティンなんでしょうでも一人で全部歌っとってるのでんかえあのクローゼットでレコーディングされてたっていうのが結構有名だと思うんですけどさすがにリリースするシングルとかアルバムとかはちゃんとしたスタジオに行くんですけど普通の「歌ってみた」のカバー とかはあの自宅のクローゼットでや,トやったりします。えー、すえ、なんか全然環境違うじゃないですか、クローゼットとスタジオって、はい、どっちがやりやすいもんですか。うん、いやでもその使わせていただいて。 てるスタジオもなんかクローゼットみたいな環境なので、はい、<や>どんな環境でやってるんですか本当になんかもう一室,一室なんですけどちょっと狭めのそうですね本当お部屋みたいな感じでソファーとかがあったり、はい、で机を用意してもらって、えー、そこで私が座りながら歌ってみたいな、えー、ほとんどん変わらない環境なんでただ音質がいいちょっと快適なクローゼットみたいな感じで <laughs>、えー、環境は変わらないですねあんまりそうですね自宅みたいな感じです <laughs>、えー、歌う前に こう、必ず。食べたり飲むものとか、何かやることってあるんですか。はい、ええー。で、歌う前。はい、あの。お腹空かせていっちゃうので。あ,<ら>あの、別に、なんか。お腹空いてるとうまく歌えるんだよねとかじゃなくて。朝ごはん食べないでいくので。シンプルに。なか、何かを食べてからやってます、ねあ。あ、なるほど。なるほど。ね、はい。 ちょうど一緒でした、私も。<え>私もあのチキンを食べるにしてるんですけど、<laughs> チキンってあの喉を動、ね、かそうそうす油、ね、だから。からチキンとかいいですよ。<laughs> 誰が誰にアドバイスしてもいいと思います。<laughs>